皆さん、こんにちは。島でございます。今回はですね、私の今の心境としてですね、カメラが欲しい っていう熱がですね、盛り上がっておりまして、他のことが正直もう手につかへんと。暇さえあれば無意識にカメラメーカーのサイトをチェックしている状態でございます。っていうのも、まあ、お盆なんで、時間がいつもよりあるんですよね。なので、まあ、いろいろ普段できへんこととか、後回しにしてることをね、どん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 進めていく中で、時間が余ったらスマートフォンでカメラのサイトばっか見てるみたいなね。で、カメラが今、私自身ね、欲しい。 欲しくなってるんやということを自分自身が理解した上でじゃあカメラを買うべきタイミング買い時っていうところにフォーカスして今日は語っていこうと思います今回もジマチューブ行ってみましょうジマチューブ。はい改めましてジマでございます一つ目のテーマはですね大前提として衝動買いは慎重になりましょうって言ったところで冒頭でねカメラが欲しい っって言って言るけども衝動買いをしてしまうと別にカメラに限ったことじゃないんですけどもね家電もそうですしそれこそ趣味のねバイクであったり車であったりとか、まあ、時計であったりお洋服なんかもそうなんですけどもやっぱ衝動買い、まあ、大事ですよ衝動買いしてしまった上でもう着るしかない。 なんかワンサイズちっちゃいけどちょっとダイエットして頑張ろうみたいなところでね買ってしまった後に決意を決めて、えー、行動するっていうのも一つのその行動の、えー、っときっかけのね、えー、アクセルになってくれるんやったら大事にはなるんですがカメラはねちょっと話が違うなんでかっていうと安くないからそこそこやっぱり家計にドン でインパクトのある金額なので慎重に衝動買いは慎重になってほしいかなっていうところがあります、えー、カメラはですね安くはないですやっぱりもう今となっては一眼レフ時代はですねそれこそエントリーキーっていう3000番台5000番台系統であればまあ、3万5万7万 うん、D7000 系統で10万いくかいかんかぐらいのね、えー、価格帯っていうところが、ま、私がデジタルのね、えー、カメラに触れ出した時の感覚なんですけども今はもう Z30 でも8万ぐらいでしょで Z 50、ZFC ってなると10万からまあ13万ぐらいで推移していてエントリー期と言いますか、まあ、スペックを考えると十分あのコストパフォーマンスは高いんですけども気軽に買ってしまっていい金額では私の金銭感覚ではないんですねやっぱり慎重に10万円って考えるといろんなことができる金額なので旅行にも行けるしいろんな,なんか新しい勉強を始めることもできるし加速サービスすることもできるし貯金しておいて、ね、別のことに使うこともできたりもするので 安い金額ではないので勢いで買ってしまうと機材スペックとか機材の特徴用途との自分自身のミスマッチからですね結局使いにくいカメラだったりとか使わないってなってしまうともう本末転倒じゃないですがで私のこのチャンネルではですねそういったところを防ぐためにこのカメラにはこういった特徴があるとかこういった方にはこういったカメラがいいですよみたいなところを日々 発信してですね、えー、ミスマッチっていうのも私が学生とかの時にそういった情報って家電屋さんの店員さんからしか聞けなかったんですよね。あのカメラに詳しい方から聞くといやあのおっちゃんそこまで。 聞いいてないね。しかも話もう3分ぐらいしてから難しいカタカナと横文字いっぱい出てきて何言ってるかわからへんとにかくえっ、ー、とニコンが好きなんやねっていうところでねそういったあの難しい話が多くてで店員さんに聞くと店員さんはその時の一番まあ売りって 大商品インセンティブあるのか分からへんけどもまあ営業の出来高があるんか分からへんけどもやっぱ売りたい製品とか売れている製品っていうのは無難に進めがちなのでほんまに自分に何がカメラとしてマッチしてるかってのはあの当時の私は結構困って のでで情報がそんんななにキャッチでできなかったんですよねあのカメラ雑誌見ながらあこういったいろんな編集者さんがねいろんなこと書いているのであそういうカメラなんやこのカメラではこういったものが撮れるんやで結局カメラ買った後に気づくんですねカメラちゃうやんレンズやんっていうところにね気づくでその話はまた別で過去にお話ししてるんでね気になる方はチェックしてもらえたらと思うんですけどそのミスマッチっていうところはまあ避けてもうた方がええですよーっていう話でね私は結構入念に 下調べをしております下調べという名のただスマートフォンでチェックしてスペックひたすら見て特徴ひたすら見て誰が作例取ってるかとかどなたが情報発信されてるかとかひたすらもう芋づる式にどん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 ネットサーフィンにはまっていってるだけなんですけども次に何て言うんですかね自分が欲しいというか不足してるなって思う機材がまあ鮮明になってきたと。 今までは言ってもカメラとか機材に囲まれてるからもう十分やんと思ってたんですけどいやちょっと待てよこういった時に持ち出すカメラ機材って意外と層が浅いぞっていうかあんま揃ってないぞっていうところがありまして今まではそれ気づかんかったというか別にいいかなと。 思ってたんですでもそれがやっぱりまあここ最近の動画そういった話が多いんですけどもあの機材が新しく欲しくなっていると自分の用途にマッチした、えー、カメラが別用途にマッチしたカメラが、まあ、欲しくなっているというところですねでこれは一つのカメラの買い時のタイミング私自身がカメラを買いたいなと思っているタイミングつまりは個人的にカメラが欲しいな 思ってるタイミングなんですねこれはうまいことを、えー、動画にテーマにしてですね是非お伝えさせてもらって共有してもらって何て言うんですかね皆さんの中での買い時っていうものをうまいことねあの生かしてもらえたらなとなので今回カメラの買い時をテーマにしますと次の、まあ、5つが王道かなってのを思ってるんです a 新商品が出る時 そらそうですよね新商品、新製品っていうものが、えー、ローンチイベントという形でバーンって出たときには、うわああんなことできるんや、どちらかというとスペック、重視なところがありますけど、うわああんなことできるんや、あのカメラ欲しい、あのレンズ欲しいっていうね、新製品が出たとき。で、B がキャッシュバックであったりとか、まあ、セールですよね、価格がちょっと落ち着いたときとか、まあ、価格が崩壊している。 時ですね急に急製品になるとかね好景気が出て急製品になるタイミングとかあとは中古市場にガッと在庫が流れて価格がガッと中古市場で落ちるタイミングとかですねこれもまあ買い時っちゃ買い時ですよね。 C が、えー、ライフサイクルですね、まあ。趣味を始めるタイミングであったりとか、まあ、ご家族の写真を撮るとかですね。なんか運動会の写真撮るとか、まあ、旅行に出ることが自分の中で増えてきたので、セカンドライフを過ごす上で、ちっちゃいカメラ欲しいな、みたいなところのライフサイクルとか、えー、っと人生の中で写真を残したいなって思う、まあ、タイミングですね。これが C です。で D がステップアップ。 ですね、自分自身が今カメラをたくさん持っていてもなんか別の、えー、カメラとしてまあ連写に強いもしくは動画に強いであるとか、えー、センサーサイズが大きいであるとか逆にステップアップとしてまあ一般的にはステップダウンに見えちゃうんですけどめちゃくちゃえ機材を使い倒した上で自分のこの心境の変化とともに このカメラとか機材をスケールダウンしていくっていうのも一つのステップアップやと私は思ってるんですステップダウンに聞こえるけどもそれは全体を通した上で気づいた上で自分にはこれがあってるここが最適解やっていうところに気づいたっていうステップアップやと思うので、まあ、予算的に余裕があれば D ですね D はステップアップがまあ買い時なのかな自分が何か別の次のステップに進む時にカメラが欲しくなる買い時かなとで E ですね5つ目が 自分の表現の探求とか用途に合った機材が必要になってくる欲しいなと思う私がまさにこれなんですよ5つ目なんですねなので自分の表現っていうところにちょっとずつ重きを置いていくようになった時に確かに業務用途で使えるカメラっていうのは今までの商業撮影時代の流れからグワッて揃えてきてまあシステム組んでてまあ安心やと安心したからでしょうねあの 他が欲しくなるんです今までは安心しきれてなかったっていうところがあってもっとなんかいいのないかいいのないかってずっと探してたんですけど。 いやもうここまで揃えていいのないかって探すの大事ですよ。もちろんその時間帯効果であったりとか、まあ、品質っていうところを機材のところで担保できるんであればどん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 機材の強化っていうのはしていくべきではあるんですけどもここまである程度、まあ、自分が納得する機材を揃えた上で機材のせいにはもうできへんのでもう何て言うんですかね次のその創作活動みたいなところに重きを置いていきたいな っていうのを今日お昼、えー、キーーマカレーを食べながら考台本何した兄弟に喋ろうかなーって思ってて動画何喋ろうかなーって思ってて考えててでずっとスマホでバーって自分が欲しいカメラをね、まあ、チェックしてああこのカメラ気になるなーみたいなところをチェックしててでなんかカレー食べながらなんか キーーマカレーの中って普通のカレーの中辛より辛ないみたいな感じでカい辛カ辛いカい辛カレ,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 カレってなってる状態からもうなんやろその台本作ろうってなってでえっと私はカメラ欲しいんですって動画で喋ってもう好きにせえやーですやん知らんがいいですやん何買うか決まってから言うて クリアーって話ですやん。なので、多分無視されてまうなと思ったんで、テーマっぽく持ってこようと思ってね、カメラの買い時のタイミングっていうテーマに、まあ、持ってきて台本作ってたんですけど、今台本読みながらね、思ってるんですけど、あの、カメラの買い時の話やけど、途中からやっぱ私がカメラ欲しいを視聴するだけの動画になりそうなんです。今日は <laughs>、ちょっと雑談言うとあれやけども、 買い時っぽいテーマかからなんか溢れ出る私がカメラ欲しいっていうこの熱量をね感じ取ってもらえたらと思います。なので新製品、キャッシュバック、ライフスタイルの変化、ステップアップ、自分の表現の探求っていうところでこの5つにもう買い時はこれですよっていうのを語っていくとボリュームごっついことになりますし今日はどちらかというとちょっと あのー、絞ろうかとなので、えー、2つ目ですね B のキャッシュバックであったりとか価格崩壊については結構23週間前かなもうニコンのクリエイターズのね応援キャンペーンというところでキャッシュバックの話もお話ししてますしあとは Z の Q ですね Z9 の中古市場での価格崩壊のまあ要因であるとか推測されるものっていうところをいろいろ語っていると。 いうところもありますので、ここれはももうう割愛ししてておおかなとまあ、い,ろいろもうお伝えしているんでで、えー、1つ目の新製品とかでですね、ステップアップ D のステップアップ予算面にまあ、余裕があれば、えー、ステップアップとして機材を買い替えましょうみたいな話も、まあ、Z の8の話題であったりとか、どちらかというと、先ほどお伝えした通り、カメラっていうかレンズやんっていう話になりますので、 レンズ要素がちょっと強くなっちゃうかなって自分が台本途中2ページぐらい作ってる時に気づいたんですね。なのでちょっと脱線してしまうなと。なのでこれもちょっと控えておこうというところで今回は2つに絞ります。5つ言った上で2つに絞るって半分以下かいってなるんですけど、この2つが今回の私に該当しているところなので、それは、えー、C ですね。ライフサイクル、まあ趣味を新しく始めるタイミング。えー、カメラっていうものを 今まで趣味として楽しんでるところはあるんですけどもまあどちらかっていうとまあどっこいどっこいですよね業務でもあり趣味でもあるもともと趣味から始まってはいるんですけどっていうところがあってなんかあの頃に戻りたい,い初心に戻りたいみたいなところがあってライフスタイルまあ自分の心境の変化とか環境機材環境の変化も含めてですよねであとはまあ季節的な要因っていうところもありますしね で趣味を始めるときに、まあ、カメラが必要だから買うっていうパターンですよね C のパターンとで5つ目の E のパターンですね自分の表現の探求とか用途に合った機材を欲しているとなので自分の表現とか用途に合った機材が今私にはあれちょっと待って自分の心境の変化に対応しているカメラあるけどももっとベストマッチな最適解のカメラって他にあるんちゃうっていうふうに考えていると と,いうところが、まあ、ポイントで、ございますねでこのチャンネルでは撮影に関すること、カメラに関する情報ニュースを毎週更新で投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。で、えー、ここ最近ね、私がカメラ欲しいっていう話をよくすると、で、その時に大体テーマに出るのが、まあ、ライカであったりとか、アルファ7、えー、c であるとかね、コンパクトな。まあ、大体コンパクトかつ、まあ、画素数がね、優秀。まあおな 高画素的なよりりののものであっったりとか、まあ、ちっちゃいか高画素かみたいなところがね自分の中でまああの基準みたいなところがあったりするんですけど結構ライカのカメラ持たれてる方がねコメントで多くてコメント見返してコメント返信しててああ皆さんやっぱいろんなカメラもうニコンとライカとかもあるしニコンとパナソニックみたいなのもあるしやっぱニコンとソニーみたいなのもあるしやっぱ使い分けってのはたくさんされてるんやなってのは本当に思うところがありますね私は えと環境現場現場で支給される機材になりますので自分のあの揃えてる、えー、出向く時はニコンで、えー、と向こうに入った時の一スタッフとして動く時は、まあ、基本キャノンがスタジオなんで多いんですけどキャノンとか、まあ、動画であればソニーっていうところがね、まあ、多いかなっていうところがあるので、まあ、いろんな機材には触れてはいるんですけど自分がね あの水に切って買うカメラはどれにしようかなってのを真剣に悩んでいるところでございますじゃあ2つ目のテーマですね私がカメラが欲しい熱が盛り上がっている要因なんですけどもシンプルに価値観が Z の8の、まあ、比重っていうものが増えてきています、えー、D780 一眼レフの D780 より Z の8っていうものが 手に取るる機会が増えつつあるなっててのは変化しています逆を言うと5年かかってやっとかっていうところですよね。Z の9と D780 はもう別の用途として全然使ってたので D780 って言ってもね、あの Z の9よりか筐体自体はちっちゃいんです。でも、えー、Z の9はフラグシップの縦横一体型。で、Z の8は、まあ、やっぱ D780 とまあ、こう。 なんていうんですかまあ D850 も含めてですけどなんかねうまいことこう入れ替わるような、まあ、感覚がちょっとずつ出てきているなっていうところがあって変化しているなとなのでレフ機ミラーレスと複数台のカメラを揃えてはいるんですけども全てが業務用途と まあ、創作活動。ま A、あ、風に言うとね、創作活動ですけど、内容は気ままに撮っとるだけなんですけどね。まあ、創作活動って言っときましょう。A 風に。気ままに撮ってるだけなんですけどね。えー、これを兼ねて、まあ、利用しているので、まあ、違和感はなく使ってたんです。もちろんその気ままな撮影、創作活動でもいいカメラ持ち出してたらね、あの満足いく結果になりがちですし、違和感なく使ってたんですけど、ただカメラ本体っていうか、 えー、昨日かなおとついかなあのー、まあお盆なんでねそんなに尺は長いあの明日皆さんお仕事なんかなまだお盆休み続くんかな有給取られてんのかなでも月曜の平日になると思うので前が山の日やったんでねちょっと尺は短めでいこうかと思うんですけどレンズ性能のまあ向上によってですよねスペック依存 ですね、スペック依存カメラをスペック依存から用途別の用途依存この時にはこのカメラこの時にはこのカメラまあ静止画の高画素静止画の高画素の連写静止画の高画素の連写プラス動画 4K8K 長時間であったりとか、えー、動画オートフォーカス優秀みたいなねところであったりとかまあいろんなその使い分けあとは単純にスナップで持ち歩く とかあとはもう据え置きでなんかその卓上であの俯瞰で映像を撮るだけとか、まあ、ウェブカメラ含めてあのいろんな使い道っていうものがカメラというか、まあ、映像を映し撮る機械にはたくさんあるかなってのが思うところなんですけどやっぱりそのレンズ性能がもう全体的に技術がね底上げされているのでスペック依存からこの用途別での機材を選ぶっていう価値観の方に軸がずれてるなって っててののは自分の中ででも、まあ、気づいているところなんですね顕在化しているところなんですけどそうなってくるとですよ業務用途のカメラはガチ機として置いといて創作活動、まあ、まあまあなスナップ撮影とか含めてですよね日常に溶け込むカメラとかレンズをいろいろと幅広く試してみてですね揃えたくなると。 つまりは家電量販店でいろんなメーカーさんのカメラを触ってその中でもまあちっちゃくてね軽くてパワフルな機種ばっかりを触れているというところがありますのでちょっと面白いタイミングかなってなので静止画動画どちらもしっかり撮るんであればもちろん Z シリーズで十分っていうのはもうあの安心しきっているんですねただ気軽な撮影ってなってくるとまあ今のところニコンでいうと Z30Z50ZFCZ5 含めてもかな あの気軽な撮影っていうところは、薄型単焦点レンズを用いて撮ればいいだけですやんっていう話なんですけど、なんかもっとね、切り離したものがいいかなって思ってまあ、ZFC はどっちかって切り離されてますけどね、あの、カジュアルな、あの、ヘリテージデザインの FM2 にスパイアしてるカメラなので、ちょっとま用途が違っているのは、ZFC がまあ一番近いのかな、持ち出すってとい,いうところがあるんですけども、まあ、もっと特徴的なね、カメラを使って、 楽しく撮りたいなっていう熱が、まあ、出てきているというところがありますね。それはもうなんていうんですかミラーレス一眼といいますかうんまあはたまたあ Z の9とかね Z の8とかが優秀っていう証拠のねまあ反動でもあるんかな Z の8とか Z の9が優秀やからこそ趣味に振り切ったカメラっていうものが別で必要になってきているんじゃないのかなってのが あるとなので今までのまあその業務用途重視っていう機材選びからカメラをもう一度趣味にうーん切り替えて考えてみたいな切り分けてかな考えてみたいなっていうところがあってなので C の3つ目のねテーマのライフサイクル価値観として今まで写真はもちろん撮ってますし えと趣味の時よよりもそカット数は多いですよねもうバチ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 って連写とかしたりするんで今までよりもカット数というか写真は多く撮っていますけどもそれは何でしょうね多分創作活動とは違うんです納品物っていう見方なんですねなのでまた違った感覚で写真とかカメラを続けたいなっていう価値基準の私自身が上書きされてる時期なのでちょっとずつちょっとずつ商業の感覚が え薄れていってるというか弱まってるというかまあ持ってはいるんですけど商業の撮影の感覚は持ってはいる経験として持ってはいるけども別の学びとしてのえもう一度趣味として写真を楽しみませんかっていうところが比重としてまあ大きくなっていく戻ってきているようなまあ感覚になっているんかなっていうところですね。なのでイメージとしてまあ夏とか秋とかはねまあその出かけることも多くなってくるのでやっぱりスマートフォンもね 綺麗に撮れますし、最近のスマートフォンはねボケモードみたいなものがあったりするんですけどもやっぱりその何やろねあの私の周りでも結構試しにカメラ始めてみようかな思うね何買ったらええかな字幕みたいな話をねよく聞くんですけどあ一緒にもうカタログ見て私もワクワクしてるんですよねこれがねあれがねここがねこのメーカーはねこの機種はねみたいな形で一緒に、あのー、カタログとかウェブサイト見て まあ大体タブレットででっかく映して見てるんですけどまあその感覚に近いというかうんやっぱりその新しくカメラを始められる方のそのワクワク何を選んだんやろうどういう技術というか知識学んだらんやろうでも結局オートで撮るだけやけどな母みたいなその何て言うんですか 新しい風に私自身感化されていい刺激を受けて私ももう一度なんか感覚をちょっとずらした基準軸判断軸をずらした写真撮ってみたいなっていうところがまあ強く出ているというところですね。じゃあ3つ目のテーマですね。 何でしたっけ1つ目がカメラを買い替えるタイミングが5つありますと。とで、もう大前提として衝動買いはやめときましょうねっていう実質無料とかいう言葉に引っかかったあかんでっていうね話ですね。で、3つ目、で2つ目がカメラが私が欲しくなってる理由ですよね。で、3つ目が用途別の、まあ、機材で揃える楽しさが今まで以上に理解できた。肌感覚としてね。これがまあ3つ目のテーマなんですけども。 今までももちろん用途別に機材は使い分けておりますがやっぱり基準はスペック先ほどお伝えした通りスペック基準軸やったんですね。えー、高画素なんですか、えー、連写に 強いんですかバッファーはどの程度ありますか、えー、動画はどうなりますか、えー、?29 分59秒ですかそれとも、えー、長時間撮れて 4K、8K いけますかであったりとかね。で、他にはまあ、納品物に対してですね、こういった写真を撮るっていう時に最適な、最短って言った方がいいんかな最短かつ最適なアプローチ方法を探るっていう基準で機材を選んでた なので結果的に納品物がまあ固定化されるとカメラも固定化されてるっていう時代や時代というか感覚やったんですねでも最近は納品物とは違う写真のまあアウトプットというか収まり方が自分の中ではまあ自分が撮って楽しむっていう別の元々のね本来の写真始めた時のえアウトプットというか納品言わへんな何て言うんやろ最終形態っていうところが ありますので単純に印刷して飾るとかねそういったところがありますのでアプローチ方法が変わってくると結果機材も変わってくるというところですねなのでえっと5つ目いいですね自分の表現の探求とか趣味として楽しむってなってくるとなんか今持ってるやつもめちゃくちゃいいカメラやし満足しているけれどもちょっと頭を業務から切り離したいみたいな。 ところがあったりするなので業務になるとどうしても、うん、業務のカメラでいるとどうしても効率っていうところがもう身にしみちゃっているところがあるので非効率なカメラをねもう逆に干しているような自分がいるとなのでリセットする感覚ですよね。 なので自分が日常でカメラを今まで以上に肌身離さず持つような存在にしたい。今も確かに持ち歩いてはいるんですけども、やっぱり、えー、サイズであったり質量であったりとか感覚的にはんですね、どっちかっていうとスイッチがなんか絵の撮りたいなみたいな、なんか写真残しとかな、もったいないなみたいな、そういったスイッチになっているので、もうアクセサリー感覚で持ち歩いて撮らん日があってもいいぐらいのね。 感覚の方にどん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 自分を、まあ、シフトしていきたいなっていうところがあるんですよね。なのでおそらく結果的にそれが、まあ、コンパクトデジタルカメラに落ち着くんちゃうかなであったりとか α7C であったりとか l i カとかにね、まあ、落ち着くんちゃうかなっていう未来の自分を想像してはいるんですけどももしこのタイミングねいろいろ噂されているんでニコンからね新しいカメラが出てくるとどうしてもやっぱり気になるというか欲しくなってしまうんちゃうかなってのはありますと。 いうところですねこれはもうカメラの買い替え時で並べていた A ですね一つ目の新製品ともかぶる内容連鎖する内容になりますのでカメラを買ってしまいそうになる、まあ、必要な必要十分なねまあ理由になっていると。ので新製品が出るライフスタイル価値観趣味的にカメラが欲しくなるでパッと見直した時に自分のその、えー、気軽な撮影に持ち出す、えー、カメラっていうものは層が薄いじゃあ買い足そうかみたいなね 十分な理由にななっているとなので、ここまで話しておいて、もしかしたらですよ、えっ、ー、と、1ヶ月後、2ヶ月後、買わないっていう選択もあるんです。嘘やんって、こんだけ欲しい欲しい言うて、買わへんのっていうのがね、あったりするかもなんですけど、私はこのカメラ欲しい熱というか、このウェーブというか、タイミングってめっちゃ大事にしていて、 えー、カメラ欲しい熱が冷めたタイミングで新製品が出てきても多分何も思わんし今あるカメラでいいやって思ってしまう買わへんのかーいっていうパターンがねもしかしたらあるかもしれないことはご了承くださいでもしかしたら逆にそれ買ったんっていうパターンがあるかもしれないですカメラを通じてやっぱり得る体験とかね、まあ、下取りに出した時に反音を得れる うんまあ大体半値では売れるかなっていうところからまあ実質無料なんでもう買っちゃえばいいやん買わへんのかいじゃなくて買ってしまえばいいやない買った後考えたらいいやないっていうところを言いたいんですけどやっぱりね冒頭でお伝えした通り10万20万ってまあ今回のね小型のカメラの話来回で100万とかしちゃいますけどね小型カメラの場合まあ、10万から20万ぐらいってなると決して安い買い物ではないですし気軽に まあその誤解を招くような実質無料みたいなね表現はあまりしたくないかなっていうところがあってあの素敵な表現やとは思うんですけどもそれをあのストレートに受けてしまう方もいらっしゃるんでねなのでそこは無料ではないとしっかりお金が出ていった上で自分が頑張って実質無料にできるかどうかの話っていうところですねで業務機であればまあ仕事で使うっていうまあ感覚名目がありますのでし 問題なくねバンバンいいカメラ買っちゃいますけど趣味カメラってなるとより一層、まあ、自分自身が満足するっていうところに重きが置かれるので財布の感覚ってのはより厳しくなりますよね。でその10万20万あればもっと言うとね家族が共通で使えて喜ぶものも買えたりするので自分自身がカメラ欲しいところに予算をね家計の予算を割り振るっていうのもまあちょっと気が引けるところがあったりするんでね。もっとと言うと 皆さん冷蔵庫1つですかなんか最近食おすすめに出てくるのが冷蔵庫2つ持ちの生活いいよっておすすめがアマゾンからされるんです <laughs> 何の話ってなるんですけど冷蔵庫が1つあってで普通に冷蔵冷凍野菜室とかがある冷蔵庫に対して何て言うんですかあの冷凍食品とかねお弁当とかの時の冷凍食品とかアイスクリームとか含めてそういうあとは冷凍のそのおうどんとかね あのー、いろいろあるじゃないですか、麺類結構凍らしてたりだ、お米も凍らしてたりもね、する場合があったりしますけど、まあ、冷凍庫の匂いがついて、お米凍らすと、お米が冷凍庫の匂い吸うて、冷凍庫みたいな味がするみたいな時があったりするんですけど、その、なんていうんですか、冷凍庫用の別の冷蔵庫が、まあ、あれば、すごく生活が楽になるっていうね、そのライフスタイルハックみたいな情報がよくアマゾンから届くんですけど、 そういったものを買った方が絶対家族は喜ぶじゃないですか。アイスクリームバシバシ買ってもうストックできとくみたいなね、方が喜ぶとは思うので、自分自身がね、衝動買いで、まあ、カメラを買ってしまうっていうのは慎重になろうかなと。まあ、お仕事で使うっていう話であればね、まあ、特に問題ないとは思うんですけど、えー、趣味で使うってなると、なんでスマホで撮りやって言われてね、しまうところが大きいかと思います。なので、こうなってくると、極論。 どううなるんでしょうね次世代次の iPhone とかヨーロッパだけなのかもしれないですけど次次次次ぐらいの iPhone 何世代か先の iPhone になってくると Type-C を採用したライトニングではなくて Type-C を採用した iPhone が出てきそうっていう噂が出ているのでうんあのー、飛びついてしまうかもしれないですねあら USB の Type-C にまとまってくれるとめちゃくちゃ楽なんでね なので、もしかしたらスマートフォンで写真を撮るっていう可能性が、コンパクトデジタルカメラでもなく、えー、クラシカルなカメラでもなく、スマートフォンで撮るみたいな選択肢があるかもしれないです。ただ、過去の自分の感覚的には、スマートフォンはあくまでスマートフォンなので、やっぱスマートフォンで写真撮ってても、撮れるんですよ。快適に撮れるんですけど、やっぱ小さいカメラを個別にね、使わんでもまあ持ち運ぶような。 まあ感覚にいつもすぐ戻るっていうのは容易に想像ができてしまうところなんですよね。なので各カメラメーカーからですね、この夏のボーナスっていうんですか、ボーナス時期を狙ってか、カメラの新製品情報がちらほらと、まあ、リークというか、噂がね、いろいろ聞こえてきたり、聞こえていなかったりっていう状態なので、今ちょうどそのカメラ欲しい熱、もう私自身盛り上がっておりますので、衝動買いするんじゃなくて、ある程度いろんなメーカーさんが新製品出した上で、 でもしかしたら後継機が出た場合ですよ、どのメーカーからか後継機が出た場合、旧製品になったら価格が、ね、落ち着いてしまうという場合、先ほど、ね、お伝えした価格崩壊とか、えー、セールのタイミングというのがあるかもしれないので、そういったところを、まあ、狙っていこうかなというところがありますので、まあ、一つの選択肢かなと。でその衝動買いも、ね、冒頭で やめときましょうって話はしたんですけどやっぱり迷われてる方とかもうここまで全部調べきったけど最後の一押しがちょっと怖いねんという方はですねもう買っちゃった方がいいと思いますそこまでいってるんやったら買っちゃった方があとはもう自分で元を取るっていうね感覚で動いた方がいいんちゃうかなっていうのは思いますねあまりにも何も知識がなくて感覚もなくてどれ買えばいいんやろうっていう時はちょっと慎重になった方がいいかもっていうところですね 皆さんは今、どんなカメラが欲しいですかというところで、どういうタイミングでカメラを買っていますかというところをぜひあのコメントでね、教えてもらえたらなと。今私は、もっとプライベートでもっと自分の世界に没頭できるようなえ効率とかではない、楽しめるカメラが欲しいんですと。で楽しめるレンズも欲しいかなというところがありますと。で、どういうタイミングでカメラを買ってるかっていうと、やっぱ必要なタイミングで私は買ってると。 で私自身は今必要なんですね。その切り頭を切り替えるカメラっていうのが必要なタイミングなので私はカメラがやっぱり必要なタイミングで買うよ、まあ。新製品登場のタイミングっていうのもありますけど、まあ、そういったところで選んでいますのでぜひ皆さんが今どんなカメラが欲しいかとか私はこういうタイミングで買いましたよっていうものがあればコメントで教えてもらえると嬉しいです。また次の動画で。 お会いしましまょう暑い日がね続きますしお盆が過ぎるとね赤クラゲも出てきますし火が落ちるんもねちょっとあの早なってったりしますしちょっとずつ秋めいては行くんですけど残暑は厳しいのでで夏バテってね初めの方は気合入れてますけど後半ってちょっと慣れてきてちょっとだらーんとしてその疲れが溜まりやすい時期にもなりますので撮影でかけられてる方はね 体に熱を持たんようにね、あのしてくださいね。あのー、なんていうんやろ、えー、撮影出かけるときにあの、熱対策はしてるけども、体温は結構上がった状態で、かえって、まあ、水風呂入ったとしても、中の芯の熱っていうのは意外と抜けにくかったりするので、で、そのままクーラーガンガンの部屋で寝たとしても、芯は温まってる状態なので、あの、なんやろ、表面は寒いんです、でも中は暑いから、なんやろ、その変な感覚になって、どんどん冷房の温度下げちゃって、風邪ひいちゃうみたいなところもね。 あったりしますし疲れが抜けにくくて眠りの質が悪くなったりするので体の中に熱を溜めないような撮影なので余裕があればまあ日陰に入るようなで水分補給しっかりしてもって塩分もしっかり取ってもってですね快適な撮影っていうものを続けてもらえたらなと思いますまた次の動画でお会いしましょうじゃあね